滑りやすくなっていますので、焦らずゆっくり歩きましょう。東京警察署と大通高校メディア局。北海道新幹線イメージキャラクターの鈴井貴之さんです。こんばんは。こんばんは。はい、ようこそお越しくださいました。ありがとうございました。特任車掌の鈴井貴之でございます。はい、で僕ちょっと鈴木の初めてなんだよ。おー、いかがでしょう。間近で大きい、立派、はい、ちょうどトンネルからこう出てきた、はい、感じで、そうですね、巨大な雪像が実物大の大きさ。でも、すでに僕は北海道新幹線買いました。買いました。買えるんですか。もう鉄道模型で売ってるの。出た。はい、ようこそお越しくださいました。ありがとうございました。特任車掌の鈴井貴之でございます。はい、で僕ちょっと鈴木上げるの、はい、初めてなんだよ。おー、はい、いかがでしょう。間近で立派、はい、ちょうどトンネルからこう出てきた、はい、感じで、そうですね、巨大な雪像が実物大の大きさ。でもすでに僕はジャズで一人して骨もゆきさんです。ゆきちゃん、パパでもゆきちゃん。おー、すごいジャンプ。あれ、ちょっと僕の、北海道新幹線イメージキャラクターの鈴井貴之さんです。こんばんは。こんばんは。滑りやすくなっていますので、焦らずゆっくり歩きましょう。東京警察署と大通高校メディア局。
はい、